燃えろプロ野球、実機だと何が違うの？どうも、ちーさんです。元気ですか？皆さん、元気でやってます？寒いっすよね。雪も降っとります。ね。寒い。寒い。さあ、またメガネチャレンジでございます。ね、今日もやっていきますよ。ね、48種類集まるまでお付き合いください。さあ、全品揃うのか、揃わないのか、ちーさんはイケメンになるのか、ならないのか。今日のね、メガネチャレンジ。さあ、色的にはこれかな。このイケメンシリーズかな。またイケメンかな。さあ、どうでしょう。朝黒のね、目が出てきました。あ、かっこいいじゃないですか、ちーさん。これはいい。ちーさんも喜んでおります。これはいいと。これでイケメンになると言っております。よし。では、3、2、1。ちーさんでーす。どう？かっこいい？って言ってます。モテモテ？困るなーって言ってます。俺に惚れるなよ、だって。惚れないんで。今日何やるんでしたっけ？あ、今日これですね。燃えろプロ野球なんですけど、これこないでやっただろうって言ってました、ちーさんが。いや、違うんですよ、ちーさん。聞いてくださいよ。この萌えプロをね、実機でやると、だいぶ違うらしいんですよ。ですからね、私のね、愛機である、サイコガンダム仕様のね、ファミコンですね。横からね、レーザーが出るんです。それではやってみようって言ってます。さあ、ここにね、差し込んで、スイッチオンです。それじゃないです、ちーさん。これは違います。ここです、ここです。これかって言ってます。スイッチオン。お、なるほど。これでやるんです、ちーさん。任せろと言ってます。ポチポチっと。どんなもんだと言っております。今日このまま終わったらね、みんな怒るだろうな。さあ、どんな感じですか、ちーさん。いい感じですか？いいと。それではね、違いを見ていきましょう。それでは、レトロフリークの場合から見てみましょうね。画質もいいですね。このオープニングからね、ちょっと、もう違いがすぐわかるんでね。まずこれデモ画面です。ホームランシーンですね。こんな感じです。何が違うかな？わかったかな？まだだって。さあ、わかった？何が違うかな？さあ、ファミコンの場合です。じゃあ、オープニングからですね。画面がでかいよね。さあ。いきますよ。よし。ほら、何が違うか分かった？すごいっしょ？ほら、喋るんですよ。やっぱり実機ってすごいよね。まあ画質はさ、いまいちだけど。いかがですか？今日も噛んだ。今日もね、見てくださってありがとうございます。よかったらね、私が、違う、何言ってんだろう。アウト。プニさんアウト。